伝説のスイーツの生みの親。伝説椎名恵さんです、どうぞ。伝説の女、伝説の女、レアチーズ、マンゴー、チョコレート、レアマンチョです。ぐるるん、カニ玉オムライス。おお。こうなな、あ、こぼれました。いい感じに火が通ったら。おお。こだな、こ、あ。卵がまた絶妙ですね、この柔らかさというか。美味しいですよ。ケチャップご飯じゃなくても全然、うん、ね、ケチャップ多めにかければいい話。ポテトチップスオムレツ。それでプレーでザーッとくなよ。このふぐろっこさ、絶妙プイプイ。はい、入れて。うん。ひよこが。このまま入れます。このまま入れる、はい。おお、いいんだこれ。そっか、でもある程度の形状がこれで保たれるんですね。そうですね。なんかそれのこと忘れてご飯をダメですね。さあ、どう払って。あ、もう大丈夫です。おお、うん、あ、いい香りする。そうでしょ、うん、うん、あ、すごい、うん、硬さもね、固まってた。ちょうどいいっすね。いいもんなんだね。似たような感触のものが。いいもんね。エラーでなかった。よし、じゃあ出しちゃっていいですか。はい。すごい、近づいて、すごい、近くで見て、すごいですよ。わー、グリッとしてる。おー、すごいすごいすごい。すげえ、こんな絡まってるんだ。これじゃあ、切っちゃっていいですか。はい、はい、あ、ちょっと甘い香りする。なんだろうね、すごい、うん、あー、すごい、あっつ。はい、な、なんか人生の成功者みたいな。一発で、うん、いただきます。ポテチの香りですよ。ポテチの香りする。パンのポテチの香りが、あ、本当だ、ちょっと甘いオムレツっていう感じ、うん。お、あ、半熟だ。すごい、ポテチの風味がすごいですね、はい、うん、ただあのポテチの食感はもうない。うん、そうですね、もう、うん、パリパリの食感あるのかなと思ったらそれはないですけど、うん、風味がすごい、ポテチの、うん、中の半熟のところがポテチの砕いた食感あるんですけど、まだある、ちょっと、うん、俺ねって言ったからねって言っちゃう。ごめん、ちょっとオーブン焼きっぽい、なんか半熟、うん、うん、なんだこれ。あ、ポテチがやっぱり本当すごい、いいや、いい、ポテチがちゃんと効いてます、うん、生きてる。だってちゃんと芋戻ってる感じするもんな、うんうん、2本食べてみたいな。正解は芋が戻るでした。次は椎名さんということで、好きなカードを、はい、引いてください。わかりました。じゃあ何引こうかな。別に何も見えないんだけど。じゃあどれにしようかな。何それ。この辺ちょっとこの辺に行こうか。はい、な、どうぞ。いいですか。はい、いいですよ。じゃあめくりんちょ。これは期待できるね。うん、まあ、よかった、卵系じゃなくて。斜めにこう切って、はい、仕上げるときに形がちゃんとお花になるかというところで。そうか、難しいかもしれないですね。わかりました、
レアマンチョの野菜任せてください。いちごの頭をジグザグにカットする。ミニみかんの皮を剥く。白筋も取る。グリーンキウイの皮を剥き、縦に細く切る。もう今、ちょっとヒント少ないですよね。あ、わかった。いつもジグザグわかった。わかんない。多分、だからこの切った断面に、お花が一輪こうできるっていうことなんでね。そうです、それ。そうです、そうです。だから、いちごが、頭ジグザグにっていうのは、こうチューリップになるってことだよね。そうです。あー、なるほど、なるほど。そうなんです。できたら起こしてくんない本当にね、この生クリーム出た途端そう思ったでしょ。まずちょっと一回寝ようかなみたいな。あ、いいんじゃないですか。こうか。いい、でも、白筋を取るでしょ。あー、筋か。筋はちょっとね、あんまり取ることない。筋も大切にして。ね。いいんじゃない？あんまりギリギリでも。うん。よ、ヘビできるんじゃない？おお、手元だ。ああ。お、なんか顔みたいな。ほらほら見て、かわいいかわいい。見た？タコさんみたいなの出てきた。ほらキウイ星人出てきたよ。おい、縦の薄切り、そうですね、はい、ここがお花の茎になります。あ、シャバさんに食べさせよう。お、なんか順調じゃないですか。心配している以上にねえ、起きてます。10年ぐらい生クリーム混ぜてないですよ。じゃあ入れます。そして砂糖、はい、これあれですよね、測った方がいいのかな。適量なんで。適量、ええ、大さじ1ぐらいだと思います。大さじ1、200だから。あ、そう、これで10〜20g ぐらいでいいと思う。そうではない、ドサッと言われる。15、うんうん、あ、まあでもお好みだけ。ちょっとごめん、すいません。ちょっとおまけで、おまけで、甘めの、なんかコツあります？コツ？手首。手首。手首のスナップ。こういう？ちょっとで変わるが。あ、すごい。あ、いい、いい感じだ。おー、難しい。これ、グーだって。チーズの塊アンベドちょんべくなるのかな。なんか正解が分かんない。もうもういいんじゃない、入れる感じで、うん、あ、いいと思いますよ、はい、もこう、だからこうあるとすれば、あ、そっか、こう切るとすれば鼻になるから、鼻になるから、うん、こう斜めに切るんだよ。あ、そうか、そうだね、そうだね、そうです、そうです、そうです、こう切る、なるほどね。よし、起きてる？起きてるけど、最後どうなるのかな、本当に。これを、じゃあ乗せます。これをここに、そうそうだね、こうだね、縦じゃないもんね。気になるわ。はい、じゃあ、いいですか。はい、皆さん、はい、乗せますよ。はいよ。はい、乗せました。乗せて、乗せるの。
なるのこれ。こんな感じになってます。そんな想像つか。1個でいきましょうか。うん、そしてブドウ、はい、ここら辺、はい、む、おぉ、むむむ、わあ、すごいすごい、はみ毛出てます、はみ毛出てます。はみ毛数多いって今日。玉数が多いの。噛んでしまったんですよ。私で噛んでしまったから。やばい。じゃあお花畑、はい、咲かせちゃいますよ。咲かせてください。恵みのお花を咲かせましょう。では行きますよ。はい、緊張する。おお、すげえ綺麗だ、ちょっと待ってね。ちょっとこうやっていいかと。いいですか？シルが入っちゃったらもう。じゃあ開けます。いい？花咲くかな、花咲くかな、いくよ。綺麗な花を。オープン。ちょっと待って。ちょっと咲いてます。咲いてる。なんかすごいね、あの画家の絵みたいな。私あのピカソって思ってて。お、いいぞ。ミカの手応えだった。お、いいの、いいと思う。本当。ブドウどうかな。ブドウはね、いないんだよ。ブドウいないな。いいかも、いいかも。待ってね、いくよ。オープン。カズマの絵みたいな。予珍寺の。はーい。秘密だ。完成。秘密の花畑。プライベート花畑。マスカルポーネチーズだから、うん、大人のお花のフルーツサンドですわ。これだとこのサイズで食べるのは贅沢だよね。うん、これやってみたかった。やってみたかったですよ、うん、女子的に。やってみたかったけどね。難しいです。全然思ってたのに。みかんと合いますか？みかんの酸味とクリームの甘み最高。では続いてはですね、順番でいくとバリトンさんでございます、はい、ただ残り一品となりますので、はいはい、代表してカードを、はい、バリトンさんに引いていただければと思います、はい、お願いします。どっちでもいいですか？どっちでもいいです。どっちでもいいですか？いいですよ、うん、どっちだっつったらどっち？右かな、どっち、左かな。いいよ。左、はい、はい、はい、おお、おお、当たり、大当たり、出ました。何？大当たり。大当たりって何？大当たりはですね、はい、我々にも馴染みのあるひよこちゃんが出来上がる予定のひよこ蒸しパンを、お、簡単工程で作って、作れるの？すげえ、はい。なんと製氷機を使って、製氷機を使って。製氷機。はい。ちょっとまだ大当たりと若干結びつけやっぱり完成見てからもないですよな。ひよこちゃん出てればね。そうですよね。プロキン的にはひよこちゃんね。まあまあそうですよね。あ、そうだよな。はい、なるほどなるほど。ボウルにホットケーキミックス 150g、 はい、はい、卵1個、砂糖大さじ2、牛乳 100cc、サラダ油適量を入れ混ぜる。この適量が適量ね、うん、まあでもサラダ油適量だと、まあサラダ油ちょっと普段使うぐらいの間でね、はい、3分入ってるから半分、半分、いやー製氷機使うんだ、いいな、このケース便利だな、とても出ない半分って、そうですね、ね、なるほど、普通
兄貴と二人兄弟で、うん、袋のお菓子こうやって分けてきました実体験あの家の人こうやってもだひれ蹴るかと天禄豆とかちょうど半分だっておおよそおおよそな、うん、いつで増えたい、うん、安心して見てるんですねすり切れでいいんだよな。でもこれまあこのくらいでいいか、うん、ちょっといけない、うん、ここだな高い位置でそうだな。理科の先生みたいなもん。いや、あ、もういいじゃないですか。どう？そんなにうるせえね。これちょうど全部分あるのかな。ちょうどよく半分とかなんじゃない。スケバさんの住んだ、うん、パティシエっぽい、うん、ちょっと銀座でねあ、銀座だったんです。銀座で5年、その後はその後タイに行きました。タイがやっぱり本場なんですね。そうね。じゃあこれに口と目を、はい、よし。ごまっこ、ごまっこでね、あ、豆で一本豆豆です。だ、一個目キラキラ。目こう飛び出てる。ビャーン。ちょっと面白いかもしれない。これが大当たり、大当たり。そうか。あ、それいいじゃん。意外と、意外と。分かりやすくていいよ。ちっちゃくないって思う、今度。あれ、キウイ星人。キウイ星人。免許よ。さっき言ったのはキウイ星人じゃん。キウイ星人じゃん、さっきの。あ、かわいい、それ。あや。まつげついた。あ、髪の毛ついた。あ、それもいいね。うん。うん。まあこの辺ベーシックなタイプ。ちょっと髪の毛生やしてみました。あ、いいねいいね。うん。食べられないってやっぱそのパターン。あの膨らんできた、膨らんできた。何これがだ。うろ豆すげえな。うろ豆見たい。存在感がすごいよ。そろそろの時間。はい、23分になりました。はい、じゃあ、はい、します。オープン。ダラララッタラーン。あー、かわいい。生まれましたね。生まれた、生まれた。やっぱり同じ方向向いてればメンケな。そうだね。バカっけだ。この子バカっけだ。本当ね、ちょっとこの子バカっけだ。バカっけだ。弾力ぴよ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 。あ、まつげついた。あ、こっちのまつげついてそう。並べましょうか。隣にしてみます。大丈夫だ。すごいすごい。メガネ。おお。これメガネ何？チップの切り口。はい、いただきます。いただきます。こんもり膨らんでメンケな。うん、ほのかに甘い。うん、うん、
砂糖なんぼかあったからな、うんうん、おいしい。本当に卵蒸しパンケーキや、うん、顔半分なんだ、懐かしい蒸しパン、うん、うん、コーンのね、あの食感がまた顔行くときちゅうとしてる、うん、皆さんも袋菓子分けるときはあれを参考にしてください。これ平らにしてこうやってもいいので、うん、うん、なるほど、うん、あー、美味しい、うん、成功、うん、成功ですよ、うん、こんなに、こんなに笑う？このものと、ね、すごいいいことですね。なごむ、うん、どう、なごむ、なんかちょっとギスギスした時に、うん、みんなでこれ作ればいい。ああみんなして家でやっぱり2ヶ月先でやるって方。波乗り上には聞こえる。声が聞こえる。誰かな。こんにちは。